どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。7月18日、今日の歴史3分講座。本日は源頼家さんが暗殺された日でございます。はい、源頼家さんというと鎌倉幕府の第2代将軍です。お父さんが初代将軍の源頼朝さん、そして3代将軍の実朝さんが実の弟にあたりますね。で、鎌倉殿の13人では絶対ね、頼家さんのこのあたりね、描かれると思うんですよ。なぜなら鎌倉殿の13人というそのタイトルの由来となったのが、まさに頼家さんの時代の政治システムから取ってるんですよね。どんな政治システムかというと、13人の合議制というやつですね。有力な鎌倉幕府の御家人たち13人が合議制で、まあ、話し合いで政治を進めていこうというシステムなんですね。だからね、描かれないわけはないんですよね。なんなら面白くなってくるところですから。このね、頼家さんが将軍になってから暗殺されるまでの鎌倉幕府のドロドロっぷり、アウトレイジっぷりって言ったら半端ないですからね。で、頼家さんはですね、将軍になったのはお父さんの頼朝さんが西暦1199年にこれ落馬が原因というふうにも言われてるんですけども、急にね亡くなってしまうんですね。で、その後を継ぎまして2代将軍になるわけなんですけども、まだ将軍が若いということもチャンスと思ったのか、御家人たちが合議制を作って鎌倉幕府の政権を牛耳ろうというふうな動きになってくるわけですね。で、頼家さんもそれはほっときませんので、自分の側近たちと共にですね、将軍新政と言われるような政治を行おうとするので、なおさら対立してしまうんですね。で、その中で起きたのが梶原景時の変ですね。これ梶原景時は中村獅童さんが演じますけども、この人物は大体この時代を描くとしたら悪いキャラです。ヒールになりがちですね。まあ、頼朝さんの側近でもあるし、この頼家さんの側近にもなるんですけども、御家人たちがもうそれに反発しちゃって、あいつばっか政治の中心にいるというので、クーデターが起きまして、御家人66人がですね、みんなで署名して訴えるんですよ。連判状を出して、頼家さんもさすがにね、それフォローしきれずですね、梶原景時は幕府から追放されてしまうんですね。そしてそのまま梶原景時一族はですね、滅亡に追い込まれてますね。で、この一件とかはですね、御家人の中でも特に北条時政がですね、黒幕にいるわけですよ。で、さらに北条義時もいるし、北条政子もいるし、まあ、とにかく北条家がさらに影響力を強めたわけですね。で、その北条家とくっつき始めたのが、あの全成という人です。あのと言ってもね、どの全成っていう方もいらっしゃると思うんですけども、この方はですね、頼朝の弟、義経のお兄ちゃんですね。まあ、つまり源氏の一族なんですよ。これはあの先日、豊臣秀次のことをご紹介しましたけども、真田丸で豊臣秀次を演じた新納さんがね、鎌倉殿の13人では演じますね。だから、頼家さんも先手を打ってですね、このあの全成を滅ぼすんですね。これが1203年です。頼家さんが暗殺される1年前のことです。まさに血を血で洗うじゃないですけども、めちゃめちゃドロドロしてんですよね。ただですね、頼家さん、もうストレスというか精神的に来ちゃったのか、この時、危篤状態に陥るほど体調を崩してしまうんですね。で、そしたら当然ね、御家人をはじめとした特に北条家はチャンスと思って動き始めますよね。北条家はですね、なんと頼家さんが死んだという風に京都の方に報告して、将軍を変えようとするんですよ。で、さらにその後にですね、比企能員の変が起きて、比企能員一族がですね、滅亡に追い込まれてるんですよね。これ、頼家さんにとってかなりの痛手ですね。なぜかというと、比企能員さん、これ佐藤二朗さんが演じますけども、比企能員の娘がですね、頼家さんの奥さんだったんですよ。この方、若さの局という方なんですけども、その北条時政の謀略によって、比企能員はもちろん、その若さの局もですね、そのままお亡くなりになったと言われてまして、で、実は頼家さんとの子供でですね、一万という人がいたんですけども、その子もですね、その比企能員の変の時に殺されてしまうんですね。享年は6ですね。いや、非常に残酷ですよね。で、さらに将軍職も奪われるわけですから。で、頼家さんはでもね、その後ね、体調がちょっと戻って、黒幕である北条時政を討とうとするんですけども、御家人たちがもう誰も従ってくれず、結局、頼家さんは鎌倉を追放されて、伊豆の修善寺に幽閉されてしまうんですよ。まあ、つまり閉じ込められてしまったわけですね。この修善寺というのはね、以前、蘇我兄弟のことをここでご紹介しましたけども、その蘇我兄弟の時に、ちょっとした失言で、兄の頼朝から謀反疑われて、結局最後、暗殺されてしまう、源頼家さんをね、ご紹介しましたね。修善寺って今ね、温泉街ですごいいいとこですけども、ちょっと鎌倉時代初期のアウトレイジっぷりを知ってるとね、あそこ散歩するとゾクゾクって来ちゃうんですよね。で、この頼家さんもですね、幽閉されてその翌年ですね、元久元年1204年の7月18日に、北条家が刺客を送り込んで、入浴中に、温泉に入ってる最中に殺されてしまうんですね。で、私ヘッポコ征夷大将軍という本出してるんですけども、そこにもですね、頼家さんの最後のシーンをご紹介しております。京都の僧侶の慈円さんという方が書いた、愚管抄という資料があるんですけども、そこにはですね、修善寺にて、頼家入道をば、刺し殺して蹴り、富に得取り詰めざりければ、首に尾をつけ、ふぐりを取りなどして、殺して蹴りと。
こうあるんですね。まあ、つまり修善寺にて頼家入道、まあ、出家してたんですね。頼家を刺し殺したと。で、富に得取り詰めざりければ急には暗殺できなかったので、まあ、抵抗した頼家さんの首に尾をつけ、首に紐をかけてふぐり、まあ、つまり睾丸ですね、睾丸を切り落として殺したと。グロいですね。で、一方でですね、吾妻鏡という資料があるんですけど、これはこの後ですね、北条家が中心となった鎌倉幕府のオフィシャルな歴史書なんですけども、そこにはですね、一行さらっと、さ金吾善行東国修善寺において講じたまうと。まあ、つまりさ金吾善行というのがこれ頼家さんのことで、で東国、まあ、つまり伊豆の修善寺で亡くなったと。でこれを伝令が伝えてきたと。そうあるだけなんですね。あっさりしすぎてますよね。まあ、つまりこれだから北条家フィルターがかかってるから、頼家さんね、吾妻鏡だとね、ポンコツキャラなんですよ。めちゃめちゃ家臣の奥さん好きになって振り向いてくれないからつって強引に拉致しちゃったりとか、でそれで怒ったその旦那を討伐しようとして北条政子に怒られたみたいな話も載ってたり、あとは政治をおろそかにしてて蹴鞠とか狩猟狩りにハマってたとか、ダメキャラで描かれがちなんですけども、それはやっぱりね、北条家がこれ暗殺したから、ダメキャラに描いた方が得ですもんね、北条家としては。でちなみにですけども、その頼家さんが最後に使ってた温泉と言われている場所がですね、今も伝えられてんですよ。修善寺のね、温泉街のところにですね、箱湯というのがあってですね、そこはもう見た目今新しいんですけども、そこを工事した時にですね、古い湯戸の跡が出てきたと。まあ温泉の跡が出てきたということで、これはもしかしたら頼家さんが最後に入ってた温泉じゃないかなというふうに伝えられている場所がありますね。でこの頼家さん暗殺でドロドロっぷりは終わりませんからね、まだまだ続きますし、中でもね、1219年ですよ、1月27日のところでご紹介しましたけども、頼家さんの残された子供、苦行もしくは皇居とも読む可能性があるらしいんですけども、この子供が頼家さんの代わりに将軍になった叔父の源の実朝を討ち取るわけですね。場所は鶴岡八幡宮ですね。いや凄まじいですよね。でその後後鳥羽上皇と鎌倉幕府の戦いである承久の乱が起きますけども、多分鎌倉殿の13人のラストは承久の乱になるんじゃないかなと思いますね。いや、やっぱり鎌倉時代初期は壮絶すぎますね。以上、7月18日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。